第二東映株式会社は、かつて存在した、日本の映画制作、配給会社である。1958年7月に株式会社、東映テレビプロダクションの社名で設立されたが、1959年2月に、東映テレビ映画株式会社、同年5月8日に、第二東映株式会社と、称号を変更した。1961年2月には、 ニュウ東映株式会社と解消したが、その後10ヶ月で制作を中止した。同社は、東映の子会社ではあるが、現存する、株式会社、東映テレビプロダクションとは全く別の会社である。劇場用のプログラムピクチャーを量産したことで知られる、第二東映は、そもそも、テレビ映画の制作会社として設立されたものであった。 1953年8月28日の日本テレビ放送も1955年4月1日、ラジオ、東京テレビといった、在京民放テレビ局の開局を受け、東映は、1957年11月、日本教育テレビの設立に参加し、さらに翌1958年5月には本社に、開発部テレビ化を設置、テレビ映画の制作会社として、 同年7月に設立したのが、同社の前身、株式会社、東映テレビプロダクションであった。この設立日を、第二東映の設立日としている。ネットテレビは、1959年2月に、本放送を開始、同月、東映は、株式会社、東映テレビプロダクションを、東映テレビ映画株式会社と、称号変更、テレビ映画を制作するとともに、 放映後のテレビ映画を各劇場に配給する会社とした。同社が京都製作所で製作した連続テレビ映画が風小僧であり、同作は同年同月3日にネットテレビ、同年3月3日に大阪の毎日放送テレビで放映を開始した。同作は東映初のテレビ映画であるとされる。同年2月6日には、 毎日放送テレビで、テレビ映画日本歴史シリーズの放映を開始、第一作目は、源義経であった。しかしながら、その3ヶ月後の同年5月8日には、東映の東京撮影所、京都撮影所の生産力を増強し、第二番線として、制作、配給するため、同社は、第二東映株式会社へと、さらなる称号変更を行った。 一方、テレビ映画の制作については、同年11月2日、同社と別に新たに、株式会社、東映テレビプロダクションを設立、現在に至っている。第二東映の発案者は、今田智則で、大川博史東映社長が、今田案を採択し、導入を決めたもので、設立経緯は、東映動画と、同じだった。岡田茂は、反対したが、 1960年3月、第二東映は発足した。第二東映の社長は、大川博東映社長が務め、本社を、東映本社内に置いた。第二東映本社機構のうち、総務部長と経理部長には、東映本社の総務部次長と経理部次長であった、土屋忠夫と柴田正久さんを末、生産拠点である、東京製作所、京都製作所をそれぞれ、 東映の東京、京都の撮影所内に置き、それぞれの取締役制作所長として、東映の取締役であり両撮影所長でもある、山崎新一郎、坂上九次郎を配置した。東京制作所、京都制作所のそれぞれの制作部長を、第二東映の取締役とし、当時、東映の東京撮影所制作部長であった。 高橋昭一、京都撮影所次長兼制作部長であった、岡田茂に実験を握らせた。牧野正弘の回想によれば、第二東映発足当初、大川博士は、1年間に、東映が96本、第二東映が48本取って、年間100億円の収入を宣言したという。第二東映ブランドで最初に、劇場で興行が行われた作品は、 1960年3月1日に公開された、二郎長血笑い期秋葉の対決、危うし、G メン暗黒街の野獣であり、その日本立興行である。前者が第二東映京都製作所、後者が第二東映東京製作所の作品である。同年3月の配給開始以降、同年6月までの間、東映テレビプロダクション製作の中編映画を、 第二等映が配給している。幻峠、幻峠完結編、風小僧風雲二字が、谷、白馬同時南蛮寺のケツと、浪曲、国田忠春赤木の子守唄白馬同時南蛮寺のケツと完結編、浪曲、国田忠春ケツ煙新宿路、青空街道、青空街道。完結編、風小僧風流、河ッ県 風小僧流政権の前、浪曲圏さんと、女獣幽霊加後浪曲圏さんと、女獣呪,呪いのおけ手紙の13作である。いずれも時代劇であり、まだ東映京都テレビプロダクションが設立されていない時代であった。当時の東映は東、西撮影所で、月八8本体制。第2東映を含めると東映は月に16本の作品を公開した。 入党映のトップロゴ、同情。同年後半、新党法が各社との配給提携を模索したのを受け、新党法と第二党映の合併計画が浮上している。正確には、新党法を現代劇専門の制作会社に位置づけて、新党映株式会社と称号変更し、取締役社長に、党映の大川博士、 取締役会長に新東方の大倉三が就任。時代劇は第二東映が制作し、配給に関しては新東方、第二東映それぞれの営業部門を合併して、新東映配給株式会社を発足させ、社長には東映の常務取締役であり、第二東映の取締役であった伊藤義が就任するというプランであった。同年10月10日、大川、 大倉会談が行われ、同年11月1日に新体制発足の方向で交渉成立したはずであったが、大倉が会長に退くことに難色を示し、結論としては破談となった。破談の発表は11月2日に東映からの声明によって行われたが、理由には異論があり、そして誰もいなくなる新東方本社11年の奇跡によれば、 佐川博氏は、大倉が固執したのはポストではなく自分の持ち株の引き取り、価格であり、その点で難航したと証言しており、また同所は当時、東映の常務取締役だった伊勢健三郎の話として、新東方専務取締役の山梨実が自ら、社長をやると発言したことで、大川が交渉を白紙に戻したという証言を、紹介している。 もともとは、大倉が新東方の経営に、積極性を見失ったことに発端があり、同年11月30日、大倉は新東方社長を退陣する結果となった。新東映騒動の3ヶ月後、1961年2月8日に、公開された第二東映京都製作所作品、忍術大阪城を最後に、同月3日、同社は、入東映株式会社と解消。 全国5地区に入党英支社を新設すると発表した。伊藤義は入党英関東支社長を兼任した。入党英ブランドの第一作は翌週の同月15日に公開された入党英京都製作所作品、発集結煙傘であった。しかしながら同年11月1日に公開された入党英東京製作所作品、 白昼のブライカンを最後に制作を中止、ニュ入党映株式会社は、東映に吸収合併されて消滅した。その後に公開予定であった作品、例えば同年12月24日に公開された、地獄の底をぶち破れ等は、ニュ入党映作品として制作されたものであった。映画作品の本編につながる、ヘッダ部分に入るトップロゴは、東映本番戦では、 岩に波であったが、第二東映では、山並みに、朝焼け、乳東映では、火山の噴火口であった。第二東映は、量産に拍車をかけ、人員を膨張させ、他者は、対策主義を取り始めた時期に、時代に逆行した第二東映は、大失敗した。大川は、最初にこの責任を未だに同意した、重鎮、伊藤義常務一人に被らせようと画策したが、 すぐに発案者が今だだったことが、東映内に広まり、特に地方の監視会から、今だは責任を取って、東映を辞めるべきと強い圧力がかかった。今だは大川が、最も信頼する側近で、今だを辞めさせると、自身の責任問題にも及ぶため、大川は今だを政策の最前線から、東映関東支社長に転任させた。またこの失敗で大川から、 映画制作の実験が離れ、以降、映画制作の実験は、東映の東、西撮影所の所長が握る体制が生まれた。第二東映は、現代劇を育てるという目的があったが、監修は、時代劇が欲しいだけで、毎週毎週現代劇が続き、赤字が続くため、現代劇はいらないと腹を立てていた。宇宙快速船。スターとなる俳優たちのデビューや、 女監督が監督に昇進し、プログラムピクチャーを経験している。千葉新一と、深作金二の、風雷坊探偵赤い谷の三撃、松方弘樹と佐藤はじめの、17歳の逆襲俺は、昨日の俺じゃないなど、彼らは映画初主演で、監督昇進の一本目というコンビ映画である。三田し子は、やられてたまるかで、女優としてデビューした。 遺跡組では、この絵投資郎、高田孝吉、品川隆二、黒川八太郎らが、主演俳優として活躍した。佐藤忠夫は、深作監督のデビューは、入党映だったとし、その入党映時代の数本の作品を、私は見ていないと告白する。佐藤によれば、入党映とは、日本映画の工業的繁栄と制作本数が、絶頂に達した時、き、党が、 通常の東映番線の他にもう一系統の番線を作って、そこに予算を切り詰めた二軍的な作品を量産して流したものと総括している。低予算、短弱の作品であったため、監督デビューのハードルも下がり、鈴木敏郎が殴りつける10代、大田博史が、千葉真一主演で、宇宙快速船、小野昇が、 喧嘩祭りへどっこやろうと娘たちらも監督デビューを果たし他社から移籍した石井照雄の一作目はニュートーエイ東京作品花と嵐とギャングであり合計3作を立て続けにニュートーエイで監督している映画デビューが石井金津座時代のニュートーエイ東京カメラトップやお嬢さんが狙ってるお色気無手活流だった伊藤史郎は続いて逆襲の街 里見光太郎の主演第一作、およつぎ発動中、1961年、うちで、高吉監督、東映京都に出演したが、ニュート映のカチンコは、用意、ニュート映に NG なし、スタートというので、フィルムは無駄に使えないという意味で、ビクビクしてやったと話している。大倉大臣後の浸透法が、同年6月をもって、制作を中止している。 1963年初頭に発行された朝日年間1963は新東方と同社が商品の大量生産主義を強行したとして各社とも乱作傾向を反省対策による長期工業へ方針を転換翌1962年からのプログラムピクチャーの制作本数減少を招いたと評価したウリュー・タダオはその著書 マスコミ産業その日本における発展の特異性でこの問題を取り上げ、蘇生乱像の2系統が潰れた浸透法の次に定列であった入刀 A 系が廃止されたことは極めて合理的な現象であったと辛辣に語っている。2006年8月27日同年10月7日、ラピュタ朝ヶ谷で行われた奇跡の職人技素晴らしき特撮世界の特集上映で、 第三次世界大戦41時間の恐怖を上映した。2007年4月22日同年6月9日、同館で行われた、添え物映画百科両覧 SP パラダイスの特集上映で、ファンキーハットの階段時シリーズの、ファンキーハットの階段時と、ファンキーハットの階段時2000万円の腕を上映した。2009年2月8日同年3月14日、 同館で行われた、日本サラリーマン物語の特集上映で、次郎長社長と、石松社員、次郎長社長よさこい道中、万年太郎と、ねえご社員を上演した。2010年10月3日同年11月6日、同館で行われた、県政、この絵東志郎と題した、この絵東志郎主演作の特集上映で、極門坂の決闘を、上映。 1960年投影に入社したこの絵は、平園作品専門の第二投影で主演作を連発。絡み役の層が厚い投影で、この絵の盾はさらに輝きを増すと紹介した。2011年12月4日から2012年2月4日、同館で行われた、現代文学映画館、昭和の流行作家たちの特集上映で、霧と影、故郷は、 緑なりきを上演した。2012年2月5日同年3月24日、同館で行われた、記者物語ペンにかけるの特集上映で、黄色いフードを上演した。ありがとうございます。